フンザハン王国の国旗フンザ渓谷フンザは、パキスタンイスラム共和国北西部ギルギットバルティスタン、州のフンザナガール県に位置する地域。抗議では、反王が1974年まで支配していた、フンザハン王国の反と、協議ではその王とがあったカリーマーバードを指す。北で、中華人民共和国。 北西でアフガニスタンとの国境と接し、面積1101平方キロメートル。中国のカシュガルへ向かうカラコルムハイウェイ沿いに、観光ホテルや安宿の集まるカリーマーバード、ゴジャールにあるパスウ村、グルミット村などの集落が点在している。ワハーン回廊へは、カランダル峠、イルシャード峠でカキのみ連絡されている。また、ワフジール峠で、 バダフシャン州とタシクルマンタジク自治権が連絡されている。現地ではブルシャスキー語が使われているが、英語やウルドゥー語も介されている。ゴジャール地域ではワヒー語が話されている。シーアハイスラアームのイスマーイール派信者が多く、パキスタン他地域のイスラム教徒と比べると、風習や服装はかなり異なる。パキスタンと中国新疆ウイグル自治区を結ぶアジア横断ルートの 途中にある上に7000メートル級のパミール高原の山々が迫る辺境にあるため外国人観光客や登山目的の旅行者が多い。アジアを旅するバックパッカーには伝説の地、桃源号と呼ばれるほど景色が素晴らしい。自然豊かな村や谷は4月になると杏の花でピンク色に埋め尽くされる。また種類の入手が困難なパキスタンにおいては珍しく。 フンザーインと呼ばれる飲料が旅行者の間の隠れた名物となっている。そうしたフードを愛して長期投入する旅行者が少なくない。以前は日本の旅行会社のツアー客も多数訪れていた。ただ、アメリカ同時多発テロ事件以降、訪問する観光客は減少傾向にある。日本人旅行者の間では風の谷のナウシカの風の谷のモデルとなったと言われてきた。 旅行人編集室、旅行人の男アジア横断旅行人、1998年、134ページでも、伝聞情報として取り上げられているが、スタジオジブリ公式ホームページ及び、各種アニメ関係書籍ではその旨が示されたことはなく、根拠は不明。前述ガイドブックにおいても、2002年の改訂版からは抹消されている。宮崎駿自身は、 中央アジアの乾燥地帯なんですと雑誌の対談で明言している。パキスタンのギルギットバルキスタン州最北部、フンザナガル地区からナガルハン王国を除いた領域。北緯36度19分01秒統計74度39分00秒。北緯36.316942度統計74.649900度。 36.31694274.649900ありがとうございます。